上空からのシャウムブルク宮殿、シャウムブルク宮殿地図、シャウムブルク宮殿は、西ドイツの首都であったドイツ連邦共和国、ノルトラインベストファーレン州本にある、新古典主義建築の建物である。1949年から1976年まで、ドイツ首相の主要官邸であり、連邦首相府である。2001年以降、第2首相官邸。 第二連邦首相府として扱われている。ドイツ語では、ハウスでバンデスカンツオーラーズとも呼ばれる。シャウムブルクは、この宮殿を所有したシャウムブルク・リッペ公国の元王族シャウムブルク・リッペ家に由来する。1858年から1860年の間に、布製造業者、アロイスナップスが、後期新古典主義建築の夏の利休として建設。1860年に、 ニューヨーク市から来たアメリカ人布製造業者ビルヘルム・ローエシックの手に渡りビラ・ローエシックと呼び1890年まで住んでいた。1894年、シャウムブルクリー・イッペ公、アドルフ一世、ゲオルクの子でドイツ皇帝ビルヘルム二世の議定、リッペ広告説書、アドルフ王子が購入して拡張工事が行われた。 1939年1月31日、軍が、リッペケのエルンスト・ボルラートから購入した。第二次世界大戦後、西ドイツの初代連邦首相、コンラート・アデナウアーが1949年11月に、首相府とする前は、ベルギー軍のスタッフが使用した。その2ヶ月後、元フランス首相、ロベール・シューマンをゲストとして迎えた。1950年、 首相府として使えるよう再建された。その後手狭になったので何度も拡張工事が行われた。1976年首相府を手狭な宮殿から連邦首相府に移したがいくつかの部門は宮殿側に残された。1986年に環境、自然保護、原子炉安全大臣の家となった。1990年後5人の連邦特命大臣は 特別任務のため事務所を置いた。その後も様々な条約の調印の際に使用されたり、公務の場として活用された。首相府がベルリンへ移転した2001年以降、第二連邦首相府、官邸として使用されている。首相が就任を記念して、恒例として食事を行っている。ありがとうございます。